にちは。今日はですね、秘宝がございます。ある動画の撮影を今日してたんですけども、まさかの作ってる最中の動画が映ってなかったんですよ。カメラで録画ボタンピッと押してたんですけど、勝手にカメラの方の録画ボタンが止まっちゃって、それに気づかずずっと僕は黙々と作り続けてて、でこれから編集だと思って、で前半のファイルからどんどん編集していって、でもう少しで終わりだってところで気づいちゃったんですよ。やたらと時間が短いファイル、1分ぐらいのファイルだったんですよね、そのファイルが。ああこれやばいと思って、完成してなければ途中からねもう一回撮り直しとかできたんですけど、これはダメだと思って、はい、今日は動画をアップすることはできませんでした。すいませんでした。それでですね、今日はなんとチャンネル登録者数が91人まで行きました。あと9人でチャンネル登録者が100人っていう一つ目の壁を乗り越えようとしてるところなんです。皆さんチャンネル登録していただいたり、いつも動画を見ていただきありがとうございます。本当に嬉しいです。だんだんみんながいろいろコメントしてくれるので、そうやってねコメントをいただくとすごく嬉しくて、毎日動画の作るやる気になってます。僕の励みになってます。本当にありがとうございます。でまだチャンネル登録してない方いましたら、ぜひぜひ僕のチャンネルの登録よろしくお願いします。これからはですね、毎日投稿で頑張ろうと思ってます。今までも毎日投稿一応やってたんですけど、できなかった日は次の日に2本動画出したりとかしてやってたんですけど、これからはもうなるべくね全力で頑張っていきたいと思ってます。そしてチャンネル登録者数が100人になった時に、結構質問コーナーとかしてる方が多いんですよね、 YouTuber さんの中で。で僕ももう少しで100人になるので、質問を集めたいなと思ってます。ちょっとね、まあ、初めての質問コーナーでうまく動画が作れるか分かりませんし、どれほど多くのコメントももらえるか分かりません。やっぱり皆さんいろいろコメントでもらって質問してるので、僕はちょっとね短いショートバージョンとかになっちゃうかもしれないですけど、祝チャンネル登録者100人突破っていうことでできたらいいなと思っております。ですので皆さん何か質問などございましたら、どんどん募集してますので、どんなことでもいいので質問してください。はい。もう皆さんのおかげでもう少しでチャンネル登録者も100人ということで、これから毎日投稿ということをしっかりと前面に出して頑張っていきたいと思ってます。今まで応援していただいてた方も、動画を見ていただいてる方、コメントいただいてる方、本当にありがとうございます。これからもね頑張って動画作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今回はそういった報告でした。これからもよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。